久保さん今回 A ちゃんにしましょうか後悔しない人生なんて口じゃよく言うけど若い頃はそんな本当理解できないそれが50歳ぐらいになってくるとだんだん分かるなって感じるようになるとまあこれぼやきみたいな感じなんですけど <laughs> でもまあ僕もなんでかってこれ読み上げたかっていうと年取ってそう思うんですよね久保さんなんかあれですよね 今月50ですか。<笑>50<笑>50。ってまあまあまたあれですよねす,すげえステージですよね50かまあ僕も40ですけど <laughs> 40も50も変わんないような気がしますけどでも50で60じゃないですかもうなんかもうかおじいちゃんですよね60っつったらだって還暦でしょ <laughs> なんか まあ自分の気持ちはね、まあ、まだそういう気持ちではないとは思いますし、まあ、久保さんの前まだまだいろいろできるかもしれないですけど、やっぱ死に向かってますからね、どんどんとね。やっぱ20代の時と年取るとやっぱ全然違うなと思いますね。だから僕もよく思うのが、30代で鹿児島で起業しとってよかったなと思いますね。40代からこのパワー、あのパワー出せたかなと思うと、やっぱね、多分難しいですね。 40代からあのパワー出したのかっていう。あやっぱねあの早めにいろいろやっとった方がいいですよ。うん早めにいってらっしゃい。